チノワイナリーを後にしてゆっくり景色を堪能しながら歩いてみました。だいたい約ワイナリーから神社までは30分ぐらいかかったかと思います。今回の目的、日向国角神社一宮に来ました。これからお参りをして御朱印をもらいたいと思います。あれ、御神木かな、すげえでけえ。御神木っぽいね。よいしょ。あ、旗かっこいいな。オーナムジなんだ。はあ、なんでオーナムジなんだろうね。よりによって日向なのにね。面白いね。初代神武天皇が御即位6年前、大和平定に向かわれている。読めねえな、字が切れてて。とにかく6年前に作ったらしい。日向一宮である。で、震災が大名口大黒様。らしいです。まあ、とりあえずお参りしましょうか。なでうさぎだって。多分これ稲葉の白うさぎから来てんでしょ。違うかな。あー、やっぱりそうだね、稲葉の白うさぎですね。撫でうさぎを撫でると無病息災。全然息が見えねえ。はい、2日目の宿に着きました。外はあいにくの大雨です。で、今夜の宿はですね、ペンションですね。ペンションです。2日間お世話になります。で、先ほど行ってきた角ワインのワインを買ってきました。まだ茜霧島が結構あるんだけど、まあ飲み終わるでしょう。で、これがワインですね。ワインのやつです。まあこれも飲み終わるんじゃないかなと思います。
で明日もまあ今日はもう雨なんですけど、明日はさらに強くなるらしいんですよ。なのでもう一日、最終日帰る時にね、帰る日の午前中に帰るはずだったんだけど、その日すごい晴れるらしくて、だからもう一日伸ばすか考え中です。さすがにさあ、だって宮崎まで来てさ、何もしないのはきついよね。何もしないっていうか、できないっていう方が正しいか。雨で、だって綺麗な海も見れないしさ、厳しいよね。でまたいつ来れるか分かんないからさ、だったら伸ばして滞在しちゃった方がいい気はするんだよね、という感じです。で今日泊まるペンションの親父さんとなんか結構話が合いそうなんで、もしかしたらこのワインをですね二人で飲むかもしれません。まあ、誘ってみますこれからというわけで、2日目の宿でした。あ、料金がくっそ安い。そうか、部屋見せようか。ただね、あのペンションっていうだけあって、まあ Wi-Fi なんかはあるんですけど、2ベッドで1個だけ布団を引いて、布団っていうか掛け布団をもらって、で洗面台とソファーちょっとまあ整理してないんですけど、でお風呂とかはついてなくてですね、風呂トイレはついてなくて、こちら洗濯機乾燥機使いたい放題です。で脱衣所風呂ですね、よいしょ。多分他の人、部屋の人の料金分かんないけど、なんと1泊2000円です。久しぶりのヒットでしょこれ、この安さにしてはと思うんだよね。1泊2000円で取りました。厳密に言うと2000、税入れ、税込みで2200円かな。まあ、ちょっとそこら辺はわかんないけど、とりあえず2000円、ちゃんと調べてみます。多分2200円以上ではないです。はい。というわけで、2日目と3日目お世話になるペンションでした。宿に着いたのが午後4時過ぎ、外はあいにくの大雨になりました。この大雨のおかげで本日はもうどこにも行けないので、宿でゆっくり過ごすことにしました。この宿のマスターが相当な旅好きで、なんと日本一周を歩いてしたという相当な強者です。それに加えて韓国、台湾も歩いて回ったそうです。なかなか私も旅行をしていますが、これほどの旅好きに会ったことはありません。そして日本の中でもう一回行ってみたいところや、どういう経験をしたかなど、夜遅くまで話が盛り上がりました。この宿のアクセス的には青島まで一駅の隣の駅、子供の国という駅から徒歩1分のところにあります。宿の周りにはご飯を食べる
お店もなく、なんと近くのスーパーまでマスターが運転をして連れてって行ってくれました。もし飲みたいならどこかの居酒屋さんに送ってって飲み合った頃にまた迎えに行くよと言われましたが、さすがにそれは悪いので夕食はスーパーで買うことにし、ゆっくり宿で持ち込んだお酒を飲むことにしました。天気予報では明日は一日中雨ということなので、当初のスケジュール、考えていたスケジュールですね、それが完全に潰れることになりました。なので急遽レンタカーを借りて高千穂に行ってみたいと思います。そんなわけで明日はレンタカーで移動することになります。午後11時ぐらいには就寝しました。